三平峠から降りてくるとこの橋に行きます。この橋の先に一ノ瀬休憩所、今年は無料休憩所となっております。売店食堂はありません。休憩のみです。で、一ノ瀬休憩所のところに、タクシーがあります。タクシーは片道一人700円、乗るときにドライバーさんにお支払いください。また団体さんの場合は15分くらい待っていただければ大清水から、タクシーが随時上がってくるそうです。朝は5時から帰りが16時30分が最終となるそうです。一ノ瀬休憩所、一ノ瀬休憩所からおよそ50メートルくらい歩くと、旧道の入り口というのがあります。旧道は、道路なんだ、自動車が通らない道ですね。ぬかるみや古い、木道の名残があるため足元注意だそうです。では行ってみたいと思います。こんな看板があります。大清水まで 3.4 キロ下りですね。木陰が気持ちいいですね。ところどころ木道がありますね。この木道濡れてると非常に滑りやすいですから注意してください。大昔の木道はこんな感じ。結構ね、昭和40年頃はこんな感じじゃなかったのかななんて思わせます。ここはね、ぬかるみがひどかったんで石畳になってます。尾瀬沼北岸の道よりかは歩きやすいですかね。あそこは石が一列で歩きにくいですね。こっちはね、そんな感じじゃないです。歩きやすいです。ところどころ沢の水が道を横切ってますが、まあそんなに深いところではないので歩いていけると思います。よいしょ。熊よけの、鈴ですね。鳴らしてみましょう。うわー、でっかい音。シャトルのタクシーが動いている方はずっと砂利道で変化はないんですが、こっち側の道は旧道ですね。旧道は、ぬかるみ沢を渡り木道があったり、こういう橋を渡ったり、いろいろ変化があります。ちょっとね、足元注意ですね。でこの道ね、ぬかるみが結構あるんですが、どちらかというとね、人間の歩った足跡より鹿の歩った足跡の方が多く目立ちます。この濡れた木道は滑りますからね、注意してください。これで転ぶと痛いですよ。鳥のさえずりも結構聞こえて気持ちいいですね。結構ね、足元も悪いところもありますね。あ、もう一個鐘がありました。鳴らしてみましょう。
でっかい音。ちょっと急な上り坂になってますが、これで一旦ですね、新しい道、シャトルが通る道に一旦合流します。よいしょよいしょ。はい、一ノ瀬 1.2 キロって書いてありますね。で、大清水が当然 2.2 キロです。実は先ほど、このシャトルが通る道に出たんですが、ここからですね、実はこの方向に日光白根山が見えるはずなんですが、今日は残念ながら見えませんね。結構ね、よく見える場所ですね。はい、ここからまた旧道に入ります。200メートル離れてるんですね。はい、こちらからまた旧道の方下っていきます。はい、下り始めました。やっぱりね、砂利道よりこっちの道の方が、歩きやすいですね。でね、結構ね、太い木がいっぱいあります。太い木があるからね、本当ね、なんつうの、見応えがあるっていうか、気持ちいいですね。両側笹やぶになってますが、この道についてはね、ちゃんと買ってありますから歩きやすいです。お、また鐘が出てきましたんで、また鳴らしてみたいと思います。ウグイスがびっくりするかな。お、なんか音がするけど、あれはシャトルバスか。よいしょ。でっかい音。ところどころね、こういう、歩きにくいところ出てきます。まあ山だから仕方ないんでしょうけどね。道は、形がちゃんとしてるから、脇道に自分で 入ろうと思って入れば迷うことがあるかもしれませんが、この草の刈ってあるところをずっと歩けば迷うことはまずありません。もしここで道迷いする人は意思を持って違うこの道をそれたということになると思います。多分結構ね、ここはね、怖いですね。滑りそうで怖いです。歩くときは十分注意してください。よいしょ。結構楽しかったこの旧道ですが、もうそろそろで終わりですかね。最後の一番大清水寄りに設置してある鐘のところに来ました。記念に鳴らしましょうね。でっけえ音。先ほどの鐘のところから50メートル足らずでしょうかね。また、車道に出てきました。一ノ瀬 2.7 大清水700メートル。
ちへ行きます。イメージの問題なんでしょうけれども、砂利道歩ってる方が、距離が長く感じちゃいますね。まだ700m 途中なんですけども、まだかな、つかないな。間もなくシャトルが通る道と合流します。こっちの方には駐車場が見えてますね。はい、駐車場が見えてます。で、こっちですね。一ノ瀬 3.2km、 大清水 200。こっちがシャトルが通る道で、こっちが旧道です。はい、シャトルですね。まあ、あれはあれで便利でいいんじゃないですか。